そう。私は客室を担当いたします、サーベでございます。なお、この便は、JAL グループの翼、JAIR の乗務員が、皆様を目的地までご案内いたします。携帯電話など、電波を発する電子機器の使用は、法律で禁じられております。機内モードなどに設定をするか、電源をお切りください。機内は化粧室を含め、全席禁煙です。電子タバコなどもご利用いただけません。また本日、福岡空港混雑により、こちら駐機場出発後、離陸までに時間を要する場合もございます。ご心配おかけいたしますが、どうぞあらかじめご了承ください。ただいまから、機内の非常用設備についてご案内いたします。まず、シートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトを締める場合は、左右のベルトについている留め金を差し込み、腰の低い位置にしっかりと締めてください。外す場合は、レバーを上げながら留め金を離してください。この飛行機には、前方、ご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度確かめください。また座席の背もたれ、テーブルを元の位置に戻しください。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。
後に早くからお集まりいただき、定刻よりもおよそ15分ほど早い着陸となりました。皆様の定時運行へのご理解とご協力、誠にありがとうございます。また、安全運行へのご理解とご協力をいただきましたことを重ねましてお礼申し上げます。着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお分けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。なお他のお客様のご迷惑になりますので携帯電話の通話はお控えください。座席の上の天井は低くなっておりますので座席をお立ちになる際にはお気をつけください。お降りになる際、携帯電話や貴重品などお忘れ物をなさいませんよう、シートポケットや上の棚、身の回りなど、また座席の隙間などをお確かめください。完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。またお降りになる際、段差がございます。お足元に十分ご注意ください。